はい、こんにちは、まえチャンネル前原です。はい、先日ですね、応募させていただきました質問コーナーの回答をしたいと思います。はい、動画の方にはですね236件のコメントが入ってますね。はい、ただ、実際はこれ全部質問じゃないので、なんかね、応援メッセージとかも入ってたりしますね。はい、はい、なんで今日はですね、この中からピックアップした30の質問に答えていきたいと思います。はい、はい、ではまず一つ目からいきましょう。はい、どうぞ。まず一つ目、まえチャンネルという名前にした理由を教えてくださーい。これはですね、私がですね、まえちゃんっていうね、結構あだ名で呼ばれることがあったので、はい、まあそれでネルつけて、ちゃんまチャンネルとまえちゃんくっつけてまえチャンネルというふうにしました。はい、うちっぽいでしょ。うん、持っているベイブレード全部見せてください。はい、せーの、ゾー。あ、見えねえか。これですね、これであります。はい、これだけありますね。はい、結構あるね。うん、何個かわかんねえや。そうだね。前原さんの iPhone7 は iPhone7 Plus のジェットブラックですよね。そうです、私はこれです。ジェットブラック使ってます。ケースはこれですね、シュピゲンのネオハイブリッドクリスタルってやつのクリアですね。はい、これだと裏のところにね、べったり現象が起きないっていう、後ろがドット加工になってるのでべったり現象が起きないっていう、なかなかのいいケースですね。はい、エイシン君学校でモテモテだよね。エイシン君学校でモテモテですか？違います、モテモテじゃないです。モテモテじゃないですか？うん、エイシンマーチャンネルやってんでしょって言われるだけです。あー、そうかそうか、そうかそうか、モテモテではない。うん、全然違います。らしいです。エイシン君とパパさんが喧嘩することはあるんですか？ありますね、結構ね、よく口喧嘩するよね。うん、まあ、殴り合いの喧嘩なんてのは絶対しないけど、うん、まあでも、やるかこの野郎。ごめんエイシン君。お父さんの名前は何？のりあきです。お父さんは何歳ですか？39歳です。ありがとう。エイシン君用のチャンネルやる予定ありますか？ああ、これはですね、昔ね、よくね、やろうと思って、実はアカウントは取ってあるんです。はい、うん、なんだけどまだやってないね。まだちょっと準備段階。はい、うん、アップアップ、そうそう、いいよ。あ、ご飯粒ついてる。あ、ほんとだ。あ、ほんとだ。エイシン君決め顔見せてください。パパさん変顔してたって。お父さんかお母さん、どっちが好きですか？だってお母さん。いつも応援しています。エイシン君好きな人いますか？いません。エイシン君さ、演劇やったら？僕に演劇なんかできるわけないだろ。父さんのことも好きだよ。本当に？ありがとう。あ、で、演技できてたかな？演技だったの？部屋片付けして綺麗になった部屋見てみたい。俺も綺麗な部屋見たい。綺麗になった部屋見目みたいな。撮影してる部屋掃除してください。部屋の片付けやって、部屋片付けて。わかったよ。わかった。そのうちやる。お父さんは子供時代にどんなおもちゃで遊んでいましたか？僕はメガレンジャーのおもちゃで遊んでました。僕はね、スーパー戦隊はダイナマンだったから、ダイダイダイ、それの超合金のローバーを持ってました。あとはミニ四駆かな。あ、それ以外なんかね、思い出せない。いつもでかいおもちゃ、レゴとかスターウォーズはどこに収納してるのですか、教えてください。はい、行きましょう。いつも撮影してる裏側だね、うん、後ろ側にこういうですね、風にでっかいレゴを置いてますね。はい、これ以外のものはだいたいもう固しちゃってるっていうか、分解してプラスチックのケースに入れちゃってます。これね、ね、こういうこの中、うん、この中はこれマイクラね、うん、で、こっち側はナノブロック、ナノブロック入ってますね。はい、同じようなボックスにこっち側はデックスナイツ入れてる感じかな。はい、おーい、このコメント呼ばなかったら死にます？いいですか？いいですか？いや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 、コーラとファンタどっちが好き？コーラ！ヒカキンさんのブンブンハロー YouTube やってください、本気で。あ、来た、こういうの。ブンブンハロー YouTube。 ブンブンハロー YouTube。 恥ずかしい、恥ずかしい、恥ずかしい。
ベイブレードバースターどのくらい好きですか？これぐらい。エイシー君だけで動画撮っ って。ああこれもねやりたいなって言ってたんだよね。うん。そのうちやりましょうか。はい。はい、やりましょう。12月にトミックスからトーマスが発売されますが、あなたは購入しますか？購入します。はい。ベイブレードのおすすめ改造を教えてください。ここにあるんですが、私のおすすめなのはユグドラシルグラビティアクセルですね。はい。エイシー君は？デッサイザーヘビーディフェンス。もう最強のやつだよね、うん、最強のやつです、はい、でこれねあのねベイブレードバトルのトーナメント、うん、あの C ブロックで決勝戦まで行ったやつですね。決勝で惜しくも敗れたんだけどすごくいいところに、うん、すごい長持ちしつつ攻撃力もあるベイ、うん、これ好きすごい、はい、パパさんに質問です。もう4年以上動画投稿を続けていらっしゃいますが、単純に動画投稿が面白いとか、近年はエイシン君とのライフログ的に公開している以外でなぜ動画投稿をしているのでしょうか。もっと言えばすごく大きな理由、夢があるのかななんて思っているのですが、言える範囲で結構ですので教えていただければと思います。だってこれはね、なんでだろうね、なんかねもう生活の一部になっちゃってんだよね。結構毎日お家帰ってきて今日はあれやろうかみたいなのが普通になってて、なんかなんでって言われるとわかんないんだけど、だ確かにこの動画投稿を続けていくうちになんか新しいスキルを手に入れたりね、動画撮影したりとか編集のやり方とか、あの覚えていった上でなんかこう別のお仕事に役立てるとか、そういうのはしたいですね、はい。まあ、ボンボン TV とかでも行ったことあるんだけど、うん、海外に住みたいんだよパパは。あ、うん、そうそう、だからいつかそのためのそのために役立てればなというふうにパパは思ってます。はい、はい、これも外しておこう。うん、これジェットさんのサングラスね、うん、久しぶりにかけたけどいいねやっぱね、はい。目を大きく開けて、鼻も大きく開けて、口も大きく開けて、カメラに向かってはいピース。何をしてるんですか？って何じゃそれ？って何じゃそりゃ？銀の再生ボタンいつ届くんだろう？こっちが聞きたいわ。エイシン君が生まれた時の話を聞きたいです。だってエイシン君生まれた時はねもうね小さめに生まれたんです。エイシン君は平均の赤ちゃんの体重よりも小さめに生まれて、ね、ただねエイシン君ね最初にこう何あのボックスの中に入ってパパ見たんだけどね、うん、その時はエイちゃんね手がねこうやって動いてた。普通赤ちゃんってね手握ったままなの。ただもう生まれた直後から手がねこうやってね開いて動いてたの、うん、それを見てあこの子は器用な子になるんじゃないかなと思った。うん、あまだここら辺とかだったもんね。そうそう、これぐらいで大きさとしてはこれぐらいだよね。こんなにでかくなった。2倍以上大きくなったよ、うん、よく大きくなった。ここまで面白いことしてみてください。うわ来たこれ。分かった、パパがドローンして消えるからここで、うん、ね、編集でなんとかするからさ、うん、あのえちゃんはパパが携帯風な感じでうわーって驚いてくれるんですよ、うん、じゃあドローンします。せーの、ドローン。うわー消えてる。パパどこに行ったの？今のでオッケー、ありがとう。YouTube をやってて一番嬉しかったことや楽しかったことをエイシン君パパさんお願いします。だっていろいろあるよね。やっぱりいろんな場所に行けたりとか、あのいろんなところに入れたりとか、いろんな体験ができたりし今までしましたけど、なんかあります？パパ一つ言っていい？スターウォーズ展に入れたのが一番嬉しかった。エイちゃんは？まあ、虫キングできたことかな。ああそうだよね、うん、虫キングと出会えたことでいろいろエイシン君の人生今年変わりましたから、うん、虫キング確かに良かったね、うん、虫キングのおかげで、うん、カブトムシ触れたりしたり。そうだね、すごい体験が良かった。そうだね、うん、それとパパもう一つあるとしたら嬉しかったことは、うん、一番最初に投稿したエイシン君のちっちゃなね、本当にちっちゃな2歳ぐらいの頃から君こんな7歳まで大きくなってね、この成長が見れたりとか、例えば動画を撮ってることで A ちゃんがねすごい爆笑して楽しそうにしてるとことか、うん、見れるのはパパすっごい嬉しいよ、うん、楽しいしね、うん、やっぱねこの最初に見た時の感動とかね、その表情っていうのはその見てる人しか分かんない、うん、そこで一番最初の何一番最初の笑いとかさ、うん、感情はすごい楽しい見てて、うん、でも普段とか普通に笑ってるけど
笑いすぎて息が止まるときがある。そうそうそう、 A ちゃんって結構笑い上手だからね。ゲラ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 って言われてそっから止まんないことよくあるよね。まあそんな感じで、そんな感じでですね、楽しく YouTube 投稿やらせていただいております。はい、はい、ということで、質問コーナー30すべて答えましたけど、いかがでしたでしょうか。皆さんからですね、たくさんまだいっぱいコメントいただいたんですよ。例えばエイシン君の漢字教えてとか、誕生日教えてとか、ちょっとね、そういうね、個人情報に関わるところは教えられないかなと思って、うん、まあ、エイシン君っていう名前だけは知っててください。僕はのりやきだからね、うん、ということで、今日の動画がもしよかったなとか楽しかったなと思った方は、ぜひ高評価ボタンお願いします。そしてチャンネル登録をしていただくと、 YouTube のチャンネル登録の一覧にマイチャンネルが出てくるようになりますので、ぜひチャンネル登録もお願いします。そしてコメントをいただけると大変嬉しいですね。はい、それとマイチャンネルは Twitter、Facebook ページ、Instagram もやってますので、ぜひそちらのフォローもお願いします。はい、お願いします。また質問コーナーやるかな、うん、やるかもしれないね、うん、要望があればぜひお願いします。はい、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。